どうもリオです。今日は浅草橋で食べ飲み歩きしていきたいと思います。なんか雷門の裏側すごくない？なんか竜みたいになってる。それでは勝手に浅草食べ飲み放題スタート。まず1個目の食べ歩きフード、お芋屋さん香辛。読み方合ってんのかな。なんか広瀬すずちゃんが6年間ドハマりした大学芋らしい。やばいやばい。大学芋ゲット。めっちゃテカテカしてる。見てこれ、下の方まで蜜がたっぷりなのこれ、はい、甘いのを食べたらしょっぱいのを食べたくなるという、もう浅草では有名な浅草メンチを買いに行きました。これは絶対食べないとね、始まらないですこの旅は。なんか浅草鳩が増えた気がするんですけど、私だけかな。浅草メンチの周りでもね、鳩がすんごかったんですよ。なんか若い人たちがなんか鳩と戯れてたっていうか。マジでこれは毎回ね、速攻で食べ終わる。皆さんお気づきでしょうか。だんだん足が勝手にあちらに吸い込まれていきます。なんか忍者いた。やっと到着。来たよ来たよ、酒場が。ここは牛煮込みがめちゃめちゃ有名らしいです。てかさ、メニューがもう白黒なの、すごい歴史を感じる。
はい、こちら絶景でございます。いただきます。もうね、肉が煮込まれに煮込まれすぎてやばいの。もう見て、豆腐もドゥルン。最後はホッピー通りにあるもつ串に行ってきました。なんかね、ホッピー通りって結構観光地価格っていう感じでコスパ良くはないかなって思って、どうしようかなって思ってたんですけど、でも浅草に来るとこのホッピー通りのね雰囲気が好きで絶対行きたくなっちゃうので、このお店を選んだ理由はお通しがうずらの卵なんです。
そうさまでした。めっちゃ美味しかった。まさちゃん優勝まさちゃん優勝すぎる。最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ。ちょっと最後に浅草の浅草門と撮っとこう。いい感じ。あ、やばい、すごい、いい感じ。バイバーイ。鳩が運転を